皆様こんにちは。本日はですね、またご質問にお答えする形でですね、アルミホイルの洗浄をやってみたいと思いますが、こちらもですね、長い期間ですね、ご愛顧いただきまして、まあ皆さんはね、すごい綺麗になったって言って喜んでくださる方が結構多くてですね、でまあ今回もこれのご質問がですね、結構あるので、まあご質問にお答えしながらですね、ちょっと映像を作っていきたいと思いますが、はい、それではですね、まあいつものようにね、作業を進めてみたいと思いますが、まあいつもご紹介しているですね、こちらの激泡ガラスクリーナー、まあ、こちらをですね、私の場合はこのホイールにザーッとですね、まあかけてるんですね。であのあんまりね、汚れがねひどい場合はですね、最初にね、ちょっと軽くですね、水かなんかでこうやって濡らしておいていただいたりですね、こうやってね、まあ、軽くでいいですよ。でもうあとはですね、この激泡ガラスクリーナー、もうこんな感じですね、ホイールとタイヤにかけてるわけなんですよ。でまあうまくね、染みるということがね、もうすごい風ですね今日ね、これね。でまあうまくですね、染みてくれるとですね、まあ簡単に汚れがね、取れてくるわけですよ。で染みるというのはですね、どういうことかっていうと、このこうビューっとね、最初にこうやってかけると白くなりますでしょ。これが、まあ、時間が経ってくるとこの白さが消えてくるわけですね、汚れに染み込んで。でそうなってくれると、まあ簡単にですね、落としやすいですよというお話なんですよ。はい、それでまあ数分経ってまいりますと、このようにですね、軽くですね、拭くだけでこんな感じでですね、もうこのギトギトのホイールがですね、昔の綺麗な姿に戻ってってくれると。軽くですね、水を併用していただくと、このショップタオルの方にね、よーくね、この汚れがね、ひっついてくれますので、これがね、非常にことを早く進める上でね、楽といった方がいいですかね。こんな感じですね、綺麗にできるということなんですよ。で、まあ一度ですね、こう激泡がね、染み込んでいくと、もう、なんて言いますかね、汚れはですね、あっという間に崩壊の方向に向かっていきますので、もうひたすらね、丁寧にこうやって拭いていただくという感じですね。で、まあ、高圧洗車をお使いになりたいという方も結構いらっしゃって、別に高圧洗車使っていただいても全然構いません。ただね、やっぱここのね、汚れってすごいから、私のやつはね、このベースにシリコンを入れているので、こんな感じにサクッとね、取れますけどね。シリコンを入れていただいた後の方が高圧でもね、取りやすいかもしれませんね。やっぱりね、こうもっさりね、もうついちゃったやつっていうのはなかなかね、流していくのは大変ですので、あとはですね、もうこう軽くね、拭き取っていただくだけで落ちていきますので、水でさーっとですね、こうやって流すだけで、もうかなりね、綺麗になってくるんですよ。今ちょっとザーッと大まかにね、やりましたが、激泡ガラスクリーナーのね、力っていうのは非常にこのホイールの酸化した汚れに対してですね、洗浄力がありますので、こう大きくね、ゴシゴシ削ってですねゴシゴシ削ってじゃないなゴシゴシ洗ってですね、まあ傷つけたりするようなことがあまりね、ないので、これは非常にですね、ホイールを長くですね、綺麗に保つ上ではすごく有効なんですね。要はなるべくね、早めにね、こうやって落としてあげるっていうことがね、重要なんですね。もう別に私今特別何も難しいことをやってるわけじゃないですよね。まあこんな感じですね、もう半分
ピカピカになってるわけですよ。ちょっと取って比較してみましょうかね。いかがですかこれ。こんだけもう簡単でしょ。わずかな時間でねこんな風にできちゃうわけですよ。で、まあ、ご質問の中にねすごく多いのがこれはあの強い薬品じゃないのかというご質問があるんですが、あの普通の弱アルカリのですね普通の洗浄剤で別にそんな強いものじゃないですねこれは。なのであのこうやってですね普通にやるだけで、あの水とねこうやって併用してると水で薄まってですね余計にきれいにあの浸透してってくれるもんですから、簡単にですねこう落とすことができると。で擦ることがないので、ここはですねもう砂がまあすごいですからねオイルっていうのは。なので結果的にはあの砂に気づかずにやっぱりゴシゴシやっちゃうと、最近のですねお高いホイールをおはめになってる方っていうのはやっぱ売却されることを考えると非常にですねあのなんて言いますか、こういうところもデリケートなね最近は商品になってきていますので、まあ最近ですねタイヤっていうのもですね高性能化してまいりましてですね、まああのお高いタイヤを履いてらっしゃる方がいらっしゃると思いますが、これねあの私のこの映像っていうのはですねずーっと同じタイヤで撮り続けてるんですよ。なのでここ何年間か私がやったことにがねもしね不適格なことだったらば、こんなねあっという間にですねもうホイールもガタガタになってるわけですよでこれ全くねあの初めて映像を作った時と同じ条件なんですね。ホイールも一緒タイヤも一緒です。でこれはですね以前ご紹介したすごいねあの安いタイヤの部類 の, あのファイアストーンって会社のねあのブリヂストンの子会社ですね、アメリカのファイアストーンのタイヤを使ってあのやってるんですけども、もうそんな高いタイヤじゃないのでね、あのもう耐久力も波の波ですよ。で皆さんあのお好きな方はねこれはめていらしてですね、あの安くてねいいねとか言ってくださるんですけど、これねあのすごくね、まあ、耐久力があるというか本当ちゃんとね最後の最後までね使えてるんですね。はい、それでねこれがねこれ2014年の40周ですか、約5年近く経っておりますので、まあ、このホイールとですねこのタイヤの組み合わせっていうのは5年近く全く同じであるというふうにねあのお考えいただくとねいいです。これは本当にねあの全く変えておりません。5年で約4万キロぐらい使ってるのでこんな感じにはなってきておりますが、例えばですねこの薬品で拭いてとタイヤが溶けちゃうとかね、そんなことはもう全然なくて、見てくださいこれビード、だいたいねこれぐらいの距離走ればこれぐらいのひび割れになってきますでしょ。どこもかしこもね、特にここねこういうところがあの来ますけども、もう波の波ですよ。でね結局ね私の実験ではですよ、あの汚れをねしっかりとね落としてあげるとねタイヤってねひび割れにくいなっていうのがねもう結論なんですよ。しっかりね落としてあげる。でしっかり落とすっていうのはどういうことかというと、まあ、ある程度やっぱ酸化物をですねどけてあげるというのがねいいんですね。なのでこの激泡でですねこうやってきれいにねあのちゃんとしっかりとどけてあげると、もうあっという間にですねきれいにねなってくれるので、こうほらもう長い間立ってるホイールですけどピカピカでしょ。今こう適当に拭いただけでもこれぐらいきれいになるわけですよ。なのでまあ、あのそんな難しいねこと何もなくて、例えば今ねこれ私この噴霧器を使ってですねこんな感じで水飛ばしただけですよこれで、あのまあこんなぐらいね落とせちゃうわけですね。もう激泡がベースのこの汚れを取ってくれるわけですね。でこれ今ねあの水をかけておりますが、こう弾いてるでしょ、撥水効いてるでしょ。これがねあのこのきれいにした後にですね KF96 をですねいつも塗ってるので、こんな感じに汚れを取ったとしてもですね激泡は1回ぐらいで
撮ったぐらいでは、あの激泡を使って撮ったぐらいではもうシリコンなんでね、取れていかないわけですよ。なのでこのシリコンがベースにあると、これだけですね、あのオリジナルのホイールのね、あの輝きに戻せるぞというのがねあるわけなんですね。でこれはあの当然ながらホコリにもですね、シリコンが少しずつ染みていくわけですよ。そうするとホコリも一緒になってですね、あのまあプロテクターになってくれるというようなね感じなんですね。なのであの最後にね、こうやって取るときにゴシゴシやると、せっかくねこうやってやっててもここに乗ってる砂でホイールが傷つくという可能性があるので、なるべく柔らかくね、もう取れるんだったらば、軽く拭くだけで取れるんだったらば、もうそれに越したことはないわけですね。なのでこの方法はね、あの最近のあのお高いホイールをおはめになっている方にはですね、向くんではないかと。あとですね、ドイツ車のホイールってなんでこんなに汚れるんですかと。でこれはね、一人にあのブレーキパッドの質が違うんですね。当然ながらですね、あの200キロ以上想定して作られている車だと、あのブレーキの能力もですね、その分野にかけては高くないとダメなんですよ、やっぱりね。なのであのパッドがね、品質が違うわけですよ。なので例えば、まあ、ドイツ車のパッドをですね8としましょう。そうすると国産は7か6なんですね。その7か6っていうのはどういうことかというと、あの粉になる確率といった方がいいかもしれませんね。国産のやつはね、どっちかというと硬いんですね。それは100キロ前後で止まってくれて、なおかつ、まあ、市街地のですねストップアンドゴーをより滑らかにするために、国産は国産でのね、そのパッドのあり方があるんですよ。なので、ドイツ車のねこの汚れ方と国産の汚れ方っていうのは若干ちょっと違うわけなんですね。あの最近はやっぱりあのレクサスとかね、国産で GTR とかね、ああいうタイプのものっていうのは当然ながらあの輸出を考慮に入れてるので、あのドイツ車に似たようなねパッドになっておりますが、一般的なタイプのあの車とは若干ねパッドの質が違ってきてるので、あのレクサスとかだとね、やっぱりねもう真っ黒系になっちゃうんですよね、これはね。なのでね、まあ車種によって特性が違うぞというふうに覚えておいていただくとねいいと思います。なのでそういうことを考慮入れるとですね、まあ、あのこの方法はどっちかというとドイツ車のねあのホイールにはさらに有効であるというような感じなんですけどね、まあ、とりあえずはですね、できる限りこの酸化物を取って、でシリコンをねこのホイール自体に入れておくと、ずっとですねこういうあのオリジナルの綺麗なものがですね拭けば元に戻るって感じで、あの実現できますのでね。それでまあこんな感じでですね、数分で綺麗にすることができるわけですよ。なのでね、あの結構これがですね、皆さん便利でもう楽でいいやって言って喜んでくださるわけですよ。でこの後にですね、私の場合はシリコンを塗ってるわけなんですね。でこれもね、またご質問が多くて、定着、まあボディと同じようにですね、定着することがやっぱ望ましいわけでございますが、まあ、定着するとどういうふうになるかというと、これ今あのシリコン一切塗ってないですね、あの激泡で汚れを落としただけですが、こんな感じに一応ですねホイールも撥水するわけなんですね。面白いでしょ。まあ、こんな感じで見ていただくとね分かりますが、どうですか。まあこんな感じですね、撥水してるわけですね。なのでまああの当然ながらですね、これもあの塗り重ねていただくとね同じようにいいんでございますけども、で KF96 をこのホイール塗るときにね、いろんな方法がありますよというお話はしたんですが、まあ、簡単な方法はね、もうねこうやって濡らしておくでしょ。でねちょっとねこうやってね軽くね、もうシュッシュッシュッと、もうタイヤのところもこうやってピッピッてかけて、で、はけてね、こうやってね、伸ばすだけ。もう濡らしておいていただいた方がね、あの当然、ボディと一緒で塗りやすいので、
で、こんだけですよ、実際は。もうこれぐらい塗るぐらい。で、あとは、ショップタオルでね、こう伸ばしながらね、ホイールにこう、擦り込むような感じでね、シリコンをこう伸ばしていくっていう感じですかね。で、これぐらいでいいんですよ、ホイールってね。すいませんね、ちょっと奥の方いじくると汚れてきますね。なんでまあこんな感じにですね、伸ばしていただいて、もうもちろんね、お高いホイールで長い間きれいに保ちたいという場合はですよ、もうじっくりじっくりね、あのこう濡らしていただいてから、こうハケにね、これでいいんですよ、こうやってね、ハケにね、ハケにね、シリコンこうやってね、入れるんですよ。で、これで、まずはハケでね、こう伸ばしていくと。で、あとは、拭き取るような感じでですね、ショップタオルで、まあ、拭き取りながら伸ばしていくって感じですかね。こういう風にやっていくと、非常にですね、あの伸びがよく、全体的に入り組んだ形のものでも、綺麗ですね、KF96 を塗ることができますよね。まあ、塗った後にですね、2、3ヶ月ぐらいはですね、シリコンが下にずーっといてくれるわけなんですね。なので、結構ね、ホイールってね、シリコンって定着しますんでね。で、あとですね、こう、タイヤを、まあ、あの、どれくらいね、つけたらいいんですかっていうと、本当にね、まあ、こうやってね、例えばこうやってビーってやるじゃないですか。で、これでね、もう、ほとんどね、タイヤ全域こうやって伸ばすことができるので、こんな感じね。で、なのでそんなたくさんつける必要ないですよ、ホイールはね。とにかくこう長い間ね、シリコンが下にいてくれることが重要ですので、そうするとですね、雨が降ってもこうやっぱりホイール自身がですね、弾くんですよね。で、そうするとですね、この汚れがね、やっぱり中の方に染みていかないので、すごくですね、綺麗に保つことができるというような感じなんですよ。なので、まあ一回ね、あのシリコンを入れていただければ、そうそうね、何回もね、このホイールも大量にですね、塗る必要はないですしね。で、あとですね、あのご質問にあったのが、このボルトとかに大丈夫ですかって言うんですけど、あの滑るっていう意味でね、あの当然ですね、あのタイヤを外してここら辺もきれいにしてですね、完全にあのシリコンとか塗っておきたいと。ここもものすごい、ね、汚れがね、あのたまるんで、当然ながらシリコンの処理したいと。で、まあつけすぎないっていうのがね、重要ですよね。こういうところね、当たり前ですけどね、もうついたら今みたいにですね、こうショップタオルでずっとですね、こう拭うわけですよ。拭ってうっすらね、残るぐらいにしておけば何も問題ありません。これはね、何もね、あの問題ありませんのでね、こんなんであのボルトが外れるとかな、ありませんから。100ニュートン以上で止まってるところに、あの逆に言うとね、あのトルクってあるじゃないですか、ここにね、かけるね、だいたい100ニュートン前後っていうのは乗用車で標準的な数字で、まあ、決まっておりますけども、あの逆にね、油つけるとね、むしろ締まりが良くなりすぎちゃうんですよ。だからあのこういうところはですね、なるべく脱脂をした状態でボルトを装填して引っ付けるというのがあの鉄則ですので、だからボルトのあのネジのところにね、あんまりあのベタっとね、つかないようにはしてほしいんですね。まあ、なので普通のこういうようなね、あのメンテぐらいでは何が起きるというのはありえませんのでね、これはね、あの皆さん、あのあまりね、神経質になりすぎると、ここ逆に言うとですね、ホイールが錆びてね、もうガッチガチに固まっちゃうっていうことをね、そっちの方がむしろ問題ですよ。錆びがすごく出ますんでね。なんであのアルミホイールは外そうと思っても外れないとかね、緊急事態の時にタイヤ外せなくてパンクの修理もできなかったとかって、そういうケースもたまにありますので、こういうね、あの軽くですね、シリコンを入れておくと、そういう固着とかもね、なくなりますんでね、いい具合にですね、あの
ホイールがですね、健全な状態をかなり長く保つことができますので、まあハケとですねシリコンうまくね使っていただくとですね、まあこういう感じにねずーっとねできますからね。まあ連休中ですね、まあお時間あったら外してね裏側もねやっていただくとですね、今まで裏側の映像なんかをね見ていただきましたが、今回は簡単にですね、まあ日々のメンテとしてね軽くですねもう激泡うまく使っていただいて、もうドロドロの汚れをねさっさっと落としていただいて、もうパッパッとシリコン塗って、でちょっとね表側だけですけどね見栄えを良くしようということがねできますのでね、まあ一回慣れるとねもうこの方法っていうのはねなかなか有効でございますのでね、こう撥水とかもね簡単にホイールで実現できますので、まあホイール自体の品質を保つっていうんですかね、この方法はですね私これ長い間やっておりますので、嘘偽りなくこの2年半ホコリが蓄積することなくこんな感じですね塗装面もピカピカのまんまでできておりますので、まあ機会があったらですねお試しいただくとねいいと思います。ということで本日はですね、まあいつもね磨いてるホイールでございますが、ご質問にねお答えする形でちょっとねクイックなね掃除をやってみました。ありがとうございました。